ザード暗黒の破壊神闇のラジオ地獄の鎮魂歌バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ地獄の鎮魂歌編通称闇ラジ自己鎮編この番組のパーソナリティ楽しない大学の谷山翔ですいやまあ通称にするならそこまで訳そうかなと思ってまして、約7ヶ月ぶりのご無沙汰だそうでございます。あの闇ラジが1回限りの限定復活、それが今回でございます。8月15日ですね、今日はね、はい、夏休みの真っ只中だと思うんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、そうだったね、こんな感じだった、全ラジオ界の支配者になるための番組、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていくラジオとして、昨年2022年7月から2023年1月にわたってレギュラー配信しておりましたが、今回は2期の配信に合わせて1回だけ復活しちゃいましたというような、こういう流れがございます。ね、先日7月の31日かな、で、Netflix で全世界同時配信というようなことで、皆さんね、いや本当にご覧になったことでしょう。1期は1期としてのその、なんでしょう、地盤がありながら、それを踏まえてからのこの2期全15話、いやー、すごい見応えがあったなと、ちょっとね、どっぷり主人公として携わってる僕が言うと、手前味噌な感じになり、ちょっとそう聞こえてしまう、嫌いもあるかもしれませんが、単純に一バスタードファンとして、見応えがある2期だったなと、非常に面白かったなと思いました。まだご覧になってない方は、このラジオを聞いてる場合じゃないです。早くアニメを見てください。さあ今これ聞いてくださってるリスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。 Twitter の方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーレディオでつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。8月も中盤に差し掛かったということは、これちょっと台本にねそう書いてあるんで、いや俺はそんなに触れなくてもいいんじゃないかなと思ってたんですけどもね、去年の今頃もなんか俺話してたみたいで、そういうの夏の全国高等学校野球選手権大会、まあ、通称甲子園ね、俗に言う甲子園の真っ只中ですね、今全国大会の、どのくらいかね、まあ、準々準決勝ぐらい、ベスト16ぐらい、わかんないけど1回戦か2回戦が終わったぐらいなんですかね。私はね、出身が山口県っていう、まあ偏僻な大都会なんですけどどっちだっていうね、今年は宇部工場高校、僕は宇部市の出身だったんですけど、それが4年ぶりか、4年ぶり3回目の出場だということで、頑張っていただきたいなと。前年度の覇者下関国際高校ね、夏は全国大会でも準優勝、仙台育英に敗れませんでしたが、惜しくも全国2位の下関国際はなんと、地方予選で姿を消すと、準決勝で姿を消すということになりましたが、今回全国でね、いろんなところで波乱があったり、あと新潟県と静岡県と高知県と佐賀県がそれぞれ、この4県の代表が初出場高校だということで、おめでとうございます。静岡の代表の高校のユニフォームの色がすごいです。今まで見たことないような。だからちょっとそれ皆さん注目して、静岡なんだっけ、ね、ちょっと名前出演しちゃったんですけど、いずれにしても初出場の静岡代表の高校のユニフォームが今まで高校野球ではおよそなかったような。我らが下関国際、今年は出ないけども大変個性的なカラーリングのユニフォームで結構有名になったんだけど、話題になったんですが、それをちょっと上回るぐらいのインパクト、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。僕の推しはなぜか大分の明豊高校ですね、とあとは智弁学園奈良の、これが強いんじゃないかなと思ってますけども、はい、何にしても8月15日なんでね、もうその2校も消えてるかもしれないということで、もし消えてたらゴニョゴニョゴニョしていただきたいと思います。さあ、まあ毎年毎年暑いんですけども、今年はとりわけその中でも暑い夏、まあ、暑いといえばアニメ2期のね配信がさっきも言いましたがスタートしました。もう2週間ぐらい、配信から経ってるんで、今回はに関してネタバレありでお届けしていきたいと思います。素敵なゲストも、お招きしております。もうメリケンから帰ってきたばっかりのね、そうそういらっしゃいますから、プロデューサーと、もう監督と、ね、あとは本当にね色を花を添えていただきたいということで、この方も呼んでるという、素敵なゲストをお呼びしております。この後すぐのご登場です。お楽しみに。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ地獄の鎮魂歌編。
さあここからはゲストと一緒にお送りしていきます。ご登場いただきましょう。この方々です。一輪の花アーシスネイ役日笠陽子です。よっふーん花よろしくお願いします。花が来てくれてよかった。そしてさらに制作スタッフを代表してこの方々にもお越しいただきました、はい、監督の尾崎さんとプロデューサーの鶴岡さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。まあ、今日この4人で楽しくお届けしたいなと思うんですけれども、ね、すごい監督とプロデューサーが来てくれているという。そうですね、ラジオの最終回でね、あの監督と、うん、そうですね、一度ですね、お話しさせていただきました。また来るのかよみたいな話も出たがりだな。もうね、本当ですよね。最初で最後かと思ってましたけど、再びこの2期で。お二人はちょっとアメリカのイベントにバスターズで行ってきたばっかり、ばっかり。これ収録なんですけどね、これね、あのタイムラグが多分皆さんあると思うんですけど、羽田からその足で帰ってきて、はいね、キャリーケースをこうガラガラ引きずりながらのご登場でしたから、はいはい、いや間に合ってよかったです、うん、そうですね、なんかこの後のその生放送の方で、またその話すところもあると思うんですけど、はい、すね、まあ行ってまいりましてですね、はい、駆けつけて、あの飛行機遅れなくてよかったなっていう。そうですね、はい、いやー海外でも人気ということでね。オタコンっていうイベントにそのバスタードで招待されて、うん、みんなの前でトークショーやりませんかということでトークショーをね、やってきましたよ、はい、なるほど。英語で喋ったんですか？ですね、僕はもうバリバリの日本語で通訳の方がちゃんといらっしゃってでもオープニングセレモニーのなんかその最初にこうみんなの前で紹介するときに、うん、あの監督ちゃんと英語で、思いつきの英語をね。本当？いやいや適当にね、取りすぎて終わりかと思ったら ね、 そうですね、僕が一応英語喋った後に監督がそれでこう続いて、鶴岡さん英語喋れるの？挨拶だけです。僕はもう中身の話をするときは全部通訳ですけど、挨拶だけ、はい、すごい、すごい。結構でも皆さん英語で話されたことですよね。挨拶は結構英語で言う人は多いですね。なんか簡単なところで、自分で調べてあのやる人とかもいるんですけど、なんか結構もうヘイって言っとけばこう結構盛り上がってくれるそうですね。ヘイで、そうなんですよ。結構レスポンスがいいので、やっぱ海外のファンの人たちって、秘書さんもいつかバスタードで、いやー海外が好きじゃないんだ ね、 そうなんですよ。ちょっと海外がちょっと僕東京が異常に好きなんですよ、ね、東京大好き。多分これまでも日本が様々なオファーが来たと思うんですけど、そうだと思う、ことごとくね、ことごとくごまかして透かしてきたのに、うん、仕方なく2回ほど仕事で行ったことあるけど、うん、でもそれもやっぱりね、もうその初日に早くもホームシックにかかってきてまあどんだけよくしてもらっても日本大好き、そう、現地のアテンダーの方にね、そうなんですよ、コーディネーターの方に、いやここはねロサンゼルスで一番美味しいステーキハウスなのよなんていろいろたらみまし、うん、されて、いい思いさせてもらうんだけど、はい、もうすぐ帰りたくなってね、寂しいですよね、一生懸命アテンドしました、1週間もいなきゃいけないのここになんてすごく嫌でしたけどね。日本でね、はい、もうめっちゃプロモーションしていただいてるんでね、はい、もう本当にありがたい話です、ね、うん、はい、そんな気象さん、そんな気象さん、なんと8月11日、あらちょっとお誕生日を迎えました。すいません、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、ケーキとか出てこないかな、なんかこの流れだとなんかちょっと、そうですね、あ、駆けつけだから、うん、もう書くなや、うん、そうなんですよ、ね、僕もちょっと今台本見てびっくりしたんですけど、ね、はい、気持ちだけ、はい、いやもうこういうのはね結構大変でしょうから、周りの方の方がね気遣っちゃうからね、もう48歳になりました。生放送の方でちょっとお土産ありますから、ね、うん、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、もう期待しておりますよ、はい、本当ね、暑いんですけどね、48歳、そう、年上です、4週目のうさぎ年ですからね、あ、そうだそうだ、うさぎ年ですもんね、うさぎ年で48、変わらぬ、そうですかね、全く見えないです、まあまあ、見えない、僕も開き直ってますから、僕は、あの、もう、もう今後はおそらく自分の人生に大きな転機だとか、ね、今まで48年なかったようなことが訪れるともう想像しづらいんで、もうこのまま俺もう堂々と堂々とこの感じで楽しく生きていってやろうと思ってますよ、うん、絶対でもなんか想像は想像できるというか、まあ、ね、他のね、ほら、あの声優さんのね、ベテランの方とかも今でも若々しい方すごいたくさんいらっしゃるから、もう本当にそんな感じになっていくんじゃないかなっていう気はしますけど、いや、
ひかささんも今日もお美しくていらっしゃいますよ。本当に棒読みなのよ、うん、棒読みビジュアルが見せられないのが残念で仕方がない。ラジオなんだよ今日ラジオの時に限ってなんでこんな作画がいいんだっていうひかさよこのアイラインうまく引けちゃってるとかじゃないのよ。おそらく化粧のノリもいいんだよ、ね、前ナチュラル。おそらく前の仕事で多分メイクさんメイクしてる仕事があったんだと思うんですけど。自前自前ですか。自前でそんなに美しいんですか。うるさいな。肌綺麗になったもういいよ。肌綺麗になったのかな。いいうん、作品の話しろよ。ね、そうですね。あ、そっか、もう今日からあれお盆って大体今ぐらいですか。そうですね。大体13、14、15ぐらいからっていうのが一般的ですね。でお盆はちょっと休めたりするんですか。8月の15日。監督はむしろだっ て, だって今まで何年間もバスタード吹き続けてきてたから。バスタード3年ぐらいやってた。3年ぐらいさっきなんかさ、そうそうなんか本番前にもう学園ものやりてんだけどつってもうそろそろ学園ものやらせてくんねえかなつってわかります。そうですね。取れる予定はあるんですか。お休みはさすがにもう休ませてくれとそこだけはみたいな。どっかいやどこで出かけたり、僕ぼーっとしてる方が一番いいんで。そうですね。もうね、どっか行ったりとかではなく、お家でゴロゴロじゃなくてゴロゴロとして大人の夏休みみたいな。結構ね、後で記憶がなくて終わっちゃうんですよ。あるわ、わかるわ。忘れられた3日間、あの不毛な3日間ね。俺は何をしてたんだ一体。なるほどね。はい、まあそんなお盆休みなんですが、今どこ行っても皆さんね、混雑で大変だと思いますよ。逆にこの時期、まあおすすめの過ごし方つまんもない非常にベタなやり方なんですが、現在ネットフリックスでアニメ人気、うん、第25話から第39話は絶賛配信中なんでね、うん、そうなんです、これもご覧いただきたいと。でアニメ2期で描かれているのは地獄の鎮魂歌編、うん、侍軍団魔戦将軍との熱いバトルが繰り広げられております、うん、まあ、この番組ではネタバレも OK ということで、まあ、あの2期はとにかくキャラクターが多いんですが、うん、見どころについてトークしていきたいと、うん、思いますね、うん、もうちょっと前置きは。いや、私監督とこうやってゆっくりお話しするの初めてだから初めてかもしれない、めちゃめちゃ聞きたい。そうかもしれない。そうなんですよ、うん、意外とアフレコの時って時間なくて、うん、あのパーってもう終わっちゃうんですよね。そう、分散収録だったんでやっぱ次の人がねもう来ちゃってるから。そうなんですよ、そうなんですよ、なんかこんなに弾ける笑顔の監督見てなかったな。全然弾けてないですよ。弾ける笑顔、監督ね弾けてるんですよ、いつも。そう、弾けてない。谷山さんよくご存知。俺だいぶしてからでも俺も監督の顔ちゃんと見れたの。あの奥にいらっしゃる監督だったのね。そうアフレコ中だから真剣だったから今まで。結構ね、引きこもりみたくなっちゃってる。誰が誰だかよく分かんないみたいな。ブースから出られないんですよね。だから僕ら側からはあの分かるんですけど、もうなかなか。そうなんですよ。だからひかさんぜひ聞いてください。聞きたいことがあったらね。推しキャラとか？え？推しキャラ？あ、推しキャラですか？今日キャラね、特に2期多いからね。2期めちゃくちゃ増えてますからね。2期は本当とにかくキャラが、まあ見ていただいてる方は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ増えて、2期からこんな新キャラが20人ぐらい出てくる作品もそうそうないとは思うんですけど。なんかね、毎回聞かれてね、いっぱいすぎて本当迷うんですけれども、今回はやっぱりあれかな、新キャラ知ってるけどもネイ。おお、全然新キャラじゃないじゃないですか。新キャラじゃない。新キャラじゃないけど。人気なんだよね。2年間ね、1期から2期までは2年間のタイムラグがあるから、その間ずっとけなげにダークシナイダーのことを待ち続けて、ずっと待ってた。私自身もアフレコまだかなって待ち続けてて、そうそうそう、ちょっとだからネイはメンタル不安定だったもんね。どうしよう、私も嫌いになっちゃったの、ネイくらいになったら、でも私必要なくなっちゃったみたいな。別人でしたよね、ちょっとね。めちゃくちゃデレデレになってましたしね。カルスにすごい嫉妬して、カルスのことは必要だと思って、じゃあ私がもういらないのねみたいな。ただのメンタルヘラコじゃねえかよ。そうなんですよ。それ最終回のとこですよね。そうなんですよ。その出てきた回の時もなんか帰ってきたっつってこう飛びついたらガラだったみたいな。ガラだったね。じゃあ途中でわかるだろみたいな。走ってる途中でさ、恋はなんとやって言いますね。まさにその視力低下状態。そうなんですよ。もう本当にだから、なんだろうな、その、なんで監督はなぜネイなんですか。前半の方全然出てこないんですよ実は。で日笠さんも2期あげますよって話したら、ネイいつ出るんですかって言っても、あ、全然出ないっすって言ったら、めっちゃ怖いっつって悲しい顔してましたけど。そうなんですよ、9話ぐらいからですね。そうなんですよ、それでもうなんかね、最後
結構広いの中では美味しいところを持ってって、うん、終了しちゃうみたいな。確かに39はね、陽子さんより美味しいです。陽子さんより美味しくなってね、陽子さんがだんだん薄れてっちゃって、あれ持ってかれちゃったのかな。最初の方は、ね、肉の最初の方は、あの陽子さんの成長分だろうが、そうなんですよ。序盤めちゃくちゃ活躍してますから。そうなんですよ。そうなんです。俺あのお風呂のシーンとか、はい、お風呂のシーン、マジで陽子さんちょっとタイプに。いやめちゃくちゃあそこ作が良かった。作が良かった。そう、大人っぽくなってるんですよね、ちゃんと、うん、陽子さんも。ほら陽子さんと思っちゃった。そういえばあのヒロインの中でも、うん、実はネイって全然変わってなくて、まあ、確かに陽子と、そうです、あとはカイなんかも、うん、すごい変わっちゃってるんですよ、うん、カイハンはだいぶ変わりましたね、うん、だからそういう意味ではなんか健全に顔を通して、顔を通して健全にままでいられる、ね、ネイっていうのもポイントですよね。なんか本当のネイがこうちゃんと出てきたところからニキがスタートしてるから、ね、あとネイのシーンで言うと本当あの出会いのシーンから回想で、はいはいね、描かれてるのがあれちょっと、うん、はい、あのさ幼少期のネイも引かさがれて、私がそう演じてた、うまいよねああいうのね。そうなんか結構結構リアルに、お褒めが、お褒めの言葉が出ました。みたいなの。そう、うん、全部やっていただいて、ね、で、やるなと思ったよ。あの時も、うん、だから海老名さんと一緒にそのディレクションしてたんですね。海老名さんと一緒に、はい、小学生ぐらいの時、うん、高校生ぐらいの時みたいなのを、はい、結構いろいろやってもらってミックスしてるんですけど。そうですよね。もう全部。うん、さすが、そうですね、お上手だからもう。そうなんですよ。パターンもね。先生がね、もう。いやー。うん、俺もチビダーシュやったんだけどさ、そうですね、チビダーシュきっちり声加工されてるからね。俺チビダーシュはチビダーシュの声で、声がおいやめろとかって言って、うん、ただでさえ高くやってんのにさらに加工されてるからそうなんだと思って特番特番で言ってましたよね。あれでもその加工してなくてもかなり変えてもらってます、ね、やそうだよね。そうすごいあそこのチビダーシュうまいなと思ってたもんしたんですけどね。そう、エビナさんがもうがっつり加工してしましょうっつってエビちゃんエビさんよってなったんだけど、あそこもよかったですね。監督的にあれですね、うん、あの2期での2期ですね、まあ、ほら1期で言うとこの、そうですね、そうですね、うん、一気で言うとこのスライムですよ。もうはっきりおっしゃってたけど、あれを書き終えば、一気はスライム。うん、そう、あれを書き終えた後もうすぐ学園ものをやりたいって。いや、待って、ちょっと。早いよ。あれだけでも僕は満足だっておっしゃってたけど。あと20はある。あと20はある。二気にで言うとこのそれに該当するというか、そうですね、今回力入ったと思ってるわ。二気のスライム。二気のスライム。二気のスライムは何なんでしょうね。どこですか？結構難しいですよね。風呂もすっごい、風呂の作画は、うん、あのちょっと僕らもお願いしますって結構頑張って、うん、僕ね、あの、うん、なんでしょうね、そのスライムもいいんですけど、うん、結構あんたが言うといて、いやもう監督もうイメージがもう完全についちゃってるんで、うん、はい、そうなんですよ、うん、カイとネイと、うん、なんかねケツカットがやたら多いんですよ。ケツアングル、そうなんですよ、ここでそのアングルにする、ケツアングルね、あの普通にシリアスに喋ってるんですけど、うん、アングルがケツなんですよ。そう、なんでだよ、そう、なんかよくわかんないですよ。なんでだよ、原作でもいいからね、原作も、原作のないところも合わせて、ね、ローアングルでね、また2人とも ね、いいケツしてるんですよね、またね、うん、あれそう、ダークシナイダーもほら、あのダークシナイダーのセリフで、はいはいはい、俺はケツが好きなんだ、そのケツは俺のケツだ、あれはおそらく萩原先生の声なんですよ。萩原先生ケツヘツだと思うんだよ、定かではないですけど、そうかもしれないからの尾崎監督の味みたいな、ケツでもね、これね、また先があってケツカット作るじゃないですか、はい、ケツカット、ケツカット、でそれをチェックするのが鶴岡さんで、ファイナルのね、もうあれですよ、ファイナルチェック、ケツ精神ですね、もうね、V 編でもリテイクすごいんですよ、このケツは違う、ケツ精神ガチじゃん、ちょっとあれか、そうなんですよ、ケツだけチェックしてる人みたいになってるんで、あのだからついさっきまで、あれでしょ、ワシントンで、はい、ね、あの外国人のお姉ちゃん、ずっと言ってた、本場のケツを見てたんですよ、さっきもそう言ってました、本場のでけえケツを見てた、それはたま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 そうだったケツがいっぱいあったっていう話なんですけど、別にケツのクオリティだけチェックしてるわけじゃないですか、ちゃんと魔法とかもちゃんと見てますから、まあ、でも本当にあのやっぱそういうところ大切じゃないですか、バスターで、キャラクターの、あの顔もそうだし、あと体つきだったりとかっていうのもやっぱ原作がやっぱあれだけの画力があるので、
で結局監督ね、はい、体つきとかはかなり似てくださってましたもんね。毎回ね言い訳がましくね、実はあの、うん、造形美が好きで、うんうん、肖像を見てるような雰囲気で、エロじゃないよって言ってますけど、真面目な尾崎監督としては。いやでも本当綺麗ですもん、うん、女性の体も、あと男性の体もすごく、うん、そう、そういう意味だと、うん、僕はね男女、差別なく裸にしたんですよ今回。まあ確かにね、確かにあの男性もちゃんと裸出してる、男も姫も男も言われないように、そうなんです、大体裸ですからね、うん、いや今回めちゃくちゃ男性キャラの新キャラがすごい増えてるんで、そう、そうなんですよ、でいろんな体格があって、まあ細身の体格もあればね、結構ごっついやつもいたりとか、ムキムキの方もいれば、おじ様もいれば、そうなんですよね、体格こだわって結構デッサンをやってましたね、うん、やっぱカルスなんてね、やっぱりフレームがちょっと華奢なの分かるし、そうですね、細身だし、なんかね、カルスはね、あの、うん、裏話というかキャラデザ的には服着てますけど、うん、あのデザインの時裸の状態があるんですけど、うん、はいはい、ちょっと細マッチョにしたんですよ、あの、すごく分かりますよね、うん、めちゃくちゃ綺麗でした、そう、細マッチョだった、うん、だから回想シーンとか、あの、結構裸の時ありましたね、トラウマのシーンとかが結構あって、そう、 そう、 そういうところの裸すごい綺麗に、そうなんです、だから日記用に、あのちょっとね細マッチョで、うん、あのなんかボクサータイプっていうんですかね、うん、なんか締まった感じ、うん、そうですね、私はあのカルの裸のシーンを見て、うん、カル推しになりました、うん、あ、でも深澤さんね、そういう女子いるかもね、多いかもしれない、そうかもしれない、カル人気だ ね、カル普通にかっこいいですし、そうですね、俺はカルスみたいなキャラをやりたかった、声優人生、俺じゃなかったんだっつってね、俺はやっぱ男子だったんだなって、うん、省エネ系のね、省エネ系、省エネ系のやつをやりたかったけど、もうすごい掛け布系のものばっかりだっていう、そうなんね、うん、火力高めでやってますって感じの今回の第2期ですね、はい、うん、深澤さんとかはなんかいない、なんか注目キャラとかは、え、カル以外に、カル以外、カル以外、私アフレコでも会ってない人だらけで、会ってない人だらけ、それは右に同じなんだけどね、そうなんですよね、見た目でこいつ気になるとかでもいい、なんかこう結構ね、モルか、モヒかな、モヒ、モヒ、モヒね、モヒは絶対モヒカンのモヒだろって、うん、そうだよ、それはそうだよね、侍軍団の中では結構あのモヒは人気ですよ、あの、妙な存在感があるよね、うん、存在感、この前の特番でもね、モヒ好きとか言ってましたもんね、そうですよ、ね、あと三船さんからなんかちょっとサダンモノじゃない気配、もう中の人からですね、中の人が、中の人、翔さんがもうやっぱりね、ええ声ですからね、もう本当に一番ええ声ですからね、それもうすごい、でも本当あの締まるんですよね、あの今からこの凄まじい戦いが始まるんだぞっていうのもこう締まりますし、こんなにやっぱでも男性がすごく出てるんです ね、 ね、なんか結構一期の時は女子いっぱい出てきた印象だったんですけど、ね、まあ、相対的にね、男性の方が、そうですね、あとはね、まあ、よく話題になるのはマカパインとか、あたりとかはもう中の人の演技も含めて面白いみたいな、うそうですよ、福山が正しく福山してる感じのね、うん、確かに面白かった、はい、はい、というような感じですかね、はい、そのわけでアニメバスタード暗黒の破壊神2期は現在ネットフリックスにて第25話から第39話が好評配信中、ぜひチェックしてください。バスタード暗黒の破壊神闇のラジ地獄の鎮魂歌編、はい、視聴者の皆さんから普通歌メールいただいてます、ありがとうございます、ありがとうございます、ラジオネームコシカさん、配信初日にダークシュナイダー復活まで見ました、いそれまでのシリアス感から一気に雰囲気が変わって、何でもあり感がバスタードって感じなのと、思いっきりいろんなものをゲシゲシしてくれるし吹っ飛ばしてくれるしで最高です、ゲシゲシしてあとエンディングの映像にびっくりしました、あのスピンオフ感、昔の単行本のようなめちゃくちゃ懐かしい感じが良かったです、またじっくり楽しみます、そうですね、単行本の裏とかに ね、 そうですね、うん、あれは尾崎監督がその挿絵のやつをエンディングに持ってこようと、いやあれはね、そうなんですよ、嬉しいですよ、そうなんですよ、で要は今のイフモノであの、現代の服を着てるんですよ、そう、ね、衣装、普通の服を着てて、でそれがすごくいいんですよね、しかも当時の90年代とかの、時代感なんですよ、寝るシャツとかああいうの、はいはい、そうなんですよ、ファッションもそのままなんです、ユートファッションで言うと90年代の LA メタルとかあの辺ですよ、西海岸のそれこそあの、はいはい、ガンズのアクセルローズが着てたようなのを、あのダーシュが着てたりとか、あのノリですよね、うん、あれを現代でアニメでやってくれたっていうのは、俺もちょっと嬉しかったですね、分かってる、尾崎監督
たいな。いや本当ね、うん、あのねイラストがいくつか、うん、あの表紙とか、ね、あの扉で合わせとると、うん、なんかちょっとドラマっぽくなりそうだったんで、確かに、また別の世界で生まれた彼らが、ね、なんかどうなってたのかっていうのをちょっと想像してやって、マジでスピンオフちょっと見たいよね。あれはちょっと見たいですよ ね、 ね、 ね、ラジオドラマとかね、そうなんですよ、うん、できるかもしれない、ね、あの陽子さんの水着がねまた90年代いいよね、あれあれがすごいね、そうなんかこう加藤、そう加藤玲子さんとか伊集院さんとかをこう、ま、彷彿とさせるあの水着、ね、すごいいいんですよね。でね、あれ場所もね、あの見た原作見てすぐ分かる、あ湘南のあそこだってのが、ああそうなんです、湘南のね、行ったらすぐ分かると思う、そうなん、湘南って使いやすいんでしょうね、うん、あそうですね、某バスケットボールもそうだしね、同じ週刊少年ジャンプのね、そうですね、湘南ってのはねっていう、なるほどね、ありがとうございます。エンディング映像にびっくりしました。え続いてラジオネーム稲子さん、ひかささんに質問です。はいはいはい、お私は男子のようなろくでもない系男子が好きで、さらに胸のような尽くしちゃう系女子なので、うん、ネイと男子の関係性にキュンキュンしたり胸が締め付けられたりとかなり感情移入しながらアニメを見てしまいます。ひかささんはネイを演じられて、ネイに感情移入して男子に惚れ込んじゃうようなことはありましたか？というか男子のような男性はひかささん的にありですかなしですか？頭に入りなかったですなんでだよ俺は稲子さんって人の感情に憑依したんだ。稲子さんが書いてあるから読んでると尽くしちゃう系女子なんだよ、ね、なんか全然入ってない。お前は翔さんのなんかなんだよ、翔さんを楽しむコーナーじゃないよ。変な裏声で変な裏声じゃないよ。私は結構アフレコやってる時に感情移入しちゃう、意外とそういうタイプで。ああそうなんだね、うん、そうなんですよ。だからダーシュなんか離れると、いやダーシュは全然、うんうん、私の好みではないですよって言うんですけど、うんうんうん、やっぱこうアフレコの現場にいるときは、うん、なんかダーシュもそうだし、うん、気象さんもそうだし、うん、すごくいい人じゃんみたいな、めちゃくちゃ好きじゃんみたいな、いい人じゃんだけがめちゃくちゃ好きじゃんっていう風になるんですけど、あのガチャッと出た瞬間からゴシゴシみたいな、だからスイッチがちゃんと自分の中にあるってことね、多分あるんでしょう、ね、だから現実の日笠陽子としては、その日笠は尽くしちゃう系女子でも、そういうろくでもない系男子にハマるようなこともない。いや、ダメンズメーカー。え？ダメンズメーカー、ダメンズメーカーか。メーカー、メーカー、メーカー、メーカー。ああ、なるほど。あ、メーカー、メンヘラ製造機？メンヘラ。いるんだよ、たまにそういう女子。まあね、作っちゃう。ダメを、ダメを製造機ね。ダメにしよう。なるほど。作るのは結構いろいろ身の回りのことをやってあげちゃうんだ。そう、稲子さんの気持ちもめちゃめちゃわかります。やっちゃう。そうなんですね。なんかわかる気はするけどね。でも確かに男子はまあダメをっちゃダメをですもんね。こう浮気症だったりもするし。浮気症ですね。いや、じゃあね、俺を支えて。僕はもう、ダーシュの話だから。なんかもう本当、修行僧みたいな生活してますよ。ここ10年ぐらいは。なるほどね。じゃあもうそれは、じゃあまあ、結構まあ、分かれて感じが、はい。そうですね。特にやっぱネイは結構まあ、私は、結構感情移入しやすかったですね、そういう意味では。でもネイやってる時はやっぱそのダークシナイダーのこう引っ張ってくれる感じとかは、なんかかっこいいとかっていうのはちょっと思うかもしれないですね、やってる時はね、なんかやっぱダーシュのことがすごい大好きでした。やっぱアフレコ中、アフレコ中は中和とか言ってた。いいんだよ別に、 いちいちそこで自分で引っかからなければいいんだよ、自然に飲めるのよ。こうやって見てるとカルが好きだなって思うんですけどね、やっぱブース出るとカルが好きだけどっていうことで、カルもなんかカルの話になっちゃうと長くなりそうだけど、でもねカルの、その彼とダーシュの話が、あ、二人の関係のね、だから自分の半身みたいなところでね、お互いがやってたっていう、彼も敵ではないっていうのがすごい熱かったですよね、あの二人のなんかね、もうしんどかったよ俺は、うん、ね、もうすごいあそこは重要な演技でした、ね、ですね、はい、さらにですね、この方からなんとメッセージいただいてます。吉羽役の寺島拓馬さんからいただきました。おーい、寺島何やってんだあいつは。送ってくれたんだ。僕は聖戦のクライマックス、違うな、違う、まあ、普通言いますね。僕は聖戦のクライマックスという緊迫感全開の場面でガラが放った、うん、バーカ、死ぬのはおめえだこの金玉野郎。ちょっと寄せてる、というちょっと寄せてる、めちゃくちゃなワードセンスが好きです。皆様はバスタードにおいてこれ好きだな、笑ったな、なんだこのセリフなど印象に残ってるものはありますか？あ、確かになんか日記になると
突然原作の方も二期に相当する原作が先生がメタ的に遊び始めちゃってるから、それを結構忠実にアニメ化されてるんで監督が。そうなんですよ。だからなんか前半シリアスだったのに急に二期になって急に来るんですよ。緊張と緩和のバランスが一期と違うぞっていうのはこれ原作に忠実にあのアニメ化してるがゆえなんですね。実はね、だからすんごいシリアスなのに急に来たりとかするんで、急に来たりとかするんで、でもコミック自体が結構混ざってんですよね、シリアスと。あ、そうそう、確かに。そもそもそれがすごく混ざってて、萩原先生がそうしてるんで、うん、僕とかは例えばやっぱラピュタとかですかね、うん、あ、もう完全にそうですねそこはさ、いやもうすごい魔戦将軍たちがシリアスにその、うん、キング・グリムゾン・ブローニーに向かっていって、うん、雲を抜けたぞってなって、うん、バーンって出てきた瞬間、うん、ラピュタってさ、ラピュタは本当にあったんだって、うん、あれザックだっけ、うん、言ったの。ザックの人さ、言っちゃダメだろ、ザックの人さ、もっとパズーに寄せていいのにって俺は正直それはまた違う、やめなさい、もったいないなって。それはまたね、千載一遇のチャンスやんけ。いやそれはまたもうこのオマージュ、うんうん、まあハマってたんでしょうね。そうザックの人もすごい喜んでて、うん、これ言えるんだ、言えましたよとかって言ってましたけど、もっと寄せないと山口君そこはあえてあんまり寄せすぎてもダメなんでっていうので多分言ってたんだと思うんですけど、そういうのが急に出てくるから、急に出てくる、うん、びっくりしますよね。俺なんかやっぱり、あ、監督はなんかこう、監督なんか思い出しますね、なんでしょうね、うん、いやもうなんか、うん、そのあんまりいっぱいありすぎてて、どれがって言われると、うん、確かに困っちゃいます、ね、確かにキャラが多すぎてて、まあ確かにね、まあ、アークシュナイダーがちっちゃくなっちゃって、ね、あれも結構急にギャグ来たなっていうのもあるし、うんうんうん、俺なんかね、うん、もうなんだろう、笑い声として漫画的表現で、うん、ゲラゲラゲラっていうのが吹き出しになるじゃないですか。 ありました あれも忠実に、ありました、もうゲラ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 って言っちゃおうって、はい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 、うん、あれなんか特にすり合わせはなかったけど、うん、テストで僕がそれかまして、うん、まあ、なしだったら多分エリさんの方から翔くん、やっぱりこれはゲラゲラって書いてはあるけども、うんうん、そうじゃない感じで普通に笑いましょうってのがあれば修正しようと思ったけど、うん、なんかね通ったんで、うん、多分なんかその辺の見解の一致っていうのもあったのかもしれない、うん、はい、そうですよね、ゲラゲラゲラはすごい良かったですね、うん、ゲラゲラゲラって言うっていうね、うん、はい、ということで、はい、谷山さん、はい、もう一つちょっとあの、はい、来てるみたいなんで、ちょっと読んでもらってもいいですか。はい、はい、もういつ、ラジオネーム杉田智和さん杉田智和さん、あの杉田智和さんですか我々に皆様こんにちはラジオネームがソシャゲのプレイネームでちょっと似てる、杉田智和かっこ本物とか表示するやつは全部偽物です。今あんただよこの感じは杉田さんですね。アンガスヤーンって音の響きがいいですよね。それアンガスヤーンやん皆さんも思わず口に出したい言葉ってありますか。なんでここで差し込んできたんですか。何なんだよ杉田君。違うんですよ、さっきスタッフから、うん、もう杉田さんからメール来てますみたいな、メール記事を送ってきた、これサプライズで差し込んでくださいって確かにアンガス・ヤーンって、うん、あれだ ACDC ってバンドのアンガス・ヤングっていうギタリストのもじりなんだけど、うん、まあ、でも、アンガス・ヤーンってさ、俺あれダイアンの津田さんに叫んでほしいわ、アンガス、それアンガス・ヤーンアンガスヤーンって、うん、なんかだって、うん、アンガスヤーン、ヤーンってね、ヤーン、いけるヤーン、ヤーン、ヤーン、アンガスヤーンって、ヤーン、ヤーンってなっちゃう、ヤーン、ヤーンって、ダイアンの津田さんにそう言ってほしいな、芸人の、あ、思わず口に出したい言葉、俺あるよ、青色発光ダイオード、かっこいい、発光ダイオードってかっこよくない？よく空で言えますね、確かに、確かに、うん、なんかかっこいいですよね、言いたくない。ビーフストロガノフ強そうみたいな、強そうみたいな、うんうん、あとね俺ねどうしても覚えたカタカナ9文字ようやく最近覚えたんですけど、何ですか、エクスデウスマキナっていう言葉、何ですか、意味は調べてください。この前のあれで、ね、そうあの番組でも言ってましたね、あ、うん、俺そう言ってました、エクスデウスマキナ、うん、うん、そうね、なんかダークシナイダーで叫びたいもんエクスデウスマキナって言ってそう、めちゃめちゃ言ってそう、うん、調べましょう、必殺技っぽいよね、うん、まあ、なんかの概念だったと思う、うん、演劇的な概念なのなんかだったと思う、なるほど、うん、はい、というような感じかな、はい、杉田さん、それでよろしいでしょうか。いや、待って、ひかさんは特にない、なんか大丈夫だ、いや、私カタカナめちゃくちゃ苦手なんでへー、そうなんだ、本当に出てこないんですよね、そっかそっか、カタカナなんかないですか、こう好きななんか漢字のフレーズとか、なんか好きな漢字のフレーズ、うん、諸行無常、あ、なるほど、漢字人生観出てるね、なんか漢字なんですね、俺好きな4文字が剣道将来、あ、好きです、それもいい、かっこいい、かっこいいよね、はい、すいません、以上メッセージのご紹介でした、ありがとうございました。
国の破壊神闇のラジ地獄の鎮魂歌編。じゃあコーナー、このコーナー行ってみましょう。助けてダークシュナイダー。闇ラジが復活ということで、このコーナーも復活。リスナーが思わずダークシュナイダーに助けを求めたくなった出来事や相談事を送ってもらい、叱咤激励してあげようというコーナー。最後にはザムドでお悩みを吹き飛ばしちゃいます。ではメール早速ご紹介しましょう。ラジオネーム飛ばして飛ばしておもちさん、ありがとうございます。私は昔からパンツスタイルだったり、うんうん、かっこいい系のお洋服を着がちなのですが、先日イメチェンしてみようと可愛らしいお洋服に挑戦してみました。母にその格好を見せると壊滅的に似合ってないと言われてしまいました。似合ってないだけならまだしも壊滅的にと強調されてしまい、かなりショックで今もまだ引きずってしまっています。この悲しい気持ちをどうかダムドで引き飛ばしてください。これ女性として、いやもうこれはもう、ね、母から言われちゃったって、うん、母って感じですね。なんでお母さんがそんなこと言うのって母にダムとしますか。今ものすごい今怒りですね。なるほど、めちゃくちゃ怒ってる。母にライオットですね。それライオットですね、うんうん、いやよくないって思っちゃうんですけど、あだね、だ年のその気持ちもすごくイメチェンしようって思ったその、うん、なんだろう、この、うん、気持ちもすごい素敵だし、うんうん、確かにね、そうだよね。え、ひかさん結構こうチェンジしたりとかするんですか、はい、服とか。たまになんか結構私、うん、男の子やるときとか絶対パンツスタイルで行くとか決めてたりとか、スニーカーで行くとか決めてるし、まあなんか結構秘書みたいな役やるときはヒールで行くし、うん、みたいな意外とやりますね。服装って自分でね、なんかこう気持ちを上げてくれるものだから、うん、か絶対着たいと思った時に着たいもの着ていい。いいぞ、姉子。じゃあちょっとダークシュナイダーからも一言いきたいと思います。パンツスタイルだろうが、フリフリの可愛いワンピースだろうが、大切なのはその中身だ。お前の全てをこの俺様が受け取ってやるぜ。ダムド。はい。大事。ダッシュ。いいこと言った。いいこと出してくれた。いいですね。やっぱ挑戦していった方がいいってことですね。いいです、いいです、うん、いろんなの着てください。やっちゃえやっちゃえ、うんね、以上助けてダークシュナイダーでした。バスター暗黒の破壊神闇のラジ地獄の鎮魂歌編。はい、じゃあお知らせいきます。まずは配信情報から。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第39話が配信中、ぜひご覧ください。主題歌情報です。オープニングテーマはコールドレインのニュードーン、エンディングテーマはチエルのラ・ミューズ・パーデュー。アンス、何もう本当にやめてよ。おめちゃんとしろよな。人様の曲だからな。本当、うん、今映像で見せたかったんですけどね。現在デジタルシングルの配信がスタートしています。ぜひチェックしてください。原作情報です。原作コミックスは1巻から27巻好評発売中。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントよりアーシェスネイ7分の1スケールフィギュアが、ダークシュナイダー7分の1スケールフィギュア、シーンハリ6分の1スケールフィギュアが全国のフィギュアショップ、メディコスオンラインショップにて発売中。詳細はメディコスの公式ホームページ、公式ツイッターにてご確認ください。はい、バスタードの詳細は公式ホームページはもちろんツイッターでも発信しておりますので、ぜひアニメ公式アカウントをフォローしてください。以上お知らせでした。暗黒の破壊神闇のラジ地獄の鎮魂歌編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ地獄の鎮魂歌編、エンディングのお時間でございます。さあゲストの皆さんありがとうございました。いかがでしたか。ありがとうございました。もう、あっという間でしたね、まあ、本当にあっという間。喋りたいことがね、いっぱいありすぎて。そうなんですね。ちょっともうなんか飲みの場かなくらい感じだった。思っちゃうくらいなんか、じゃあちょっと一人ずつね、監督の方から、はい、今日の感想を一言ずつ、はい、いやあっという間の時間でしたけれども、うん、これでですね、また2期の魅力をですね、うん、
お伝えしたことによって、うん、ファンがどんどん増えてくれることをですね、今見てくれるんじゃないですかね、うん、あ、そうですね、うん、もう真っ先に見てほしいと、うん、でね、キャラクターが多すぎたんでね、説明しきれないんで、うん、まずは見てほしいと、そうですね、確かにともう何はなくとも見てくれっていう、すいません、なんかもう全然説明になってなくて、うん、もう監督もね、役目もちゃんと終えられました、お疲れ様でございました、本当にお疲れ様です、ありがとうございました。じゃあプロデューサーからも一言、ありがとうございます、うん、そうですね、2期、配信開始して、うん、本当世界中の人たちに、うん、見ていただいているんですけれども、うん、まあ、やっぱネットリックスでたくさん見ていただけると、またね、その次の展開とかもあるかもしれないので、うん、まあ、本当に、いろんな人に、見ていただきたいですし、面白かったらいろんな人に進めていただいてですね、はい、バスタードの輪を広げていただきたいなと、うん、思っております。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。じゃあひかささん、はい、一期の時は結構ダッシュ結構女性関係周りが結構、まあ、ね、すごかったですからね、すごいお話が多かったんですけど、うん、やっぱ二期のこうメインはやっぱカルとダッシュの友情の話、うん、私すごくやっぱこの話すごく好きで、結構むちゃくちゃグッときていて、うん、結構いろんな人に見てもらいたいなと思うのと同時に、なんかこうダッシュが男女ともに好かれる理由みたいなものが多分そこにある、人として、人じゃないけど人としてこう愛される理由っていうのが描かれてるんじゃないかなと思うので、ぜひ見ていただければなと思います。そんな誰からも好かれる、ね、ダークシナイダーをやっております、谷山貴章です。中の人の私生活はそんな華やかなもんじゃないんですけれども結構つつましやかに生きてるんですけれども、でもまあなんかこういうダークシナイダーっていう人物を介してこう演じるにあたって、僕も何かこう、なんでしょうね、ものすごいカタルシスみたいなのを感じるし、本当なんか僕がこのキャラクターやらせてもらってよかったなっていう、で、ある程度なんか僕の声優のキャリアの大部分をこの作品でもう生かすことができたんで、なんかすごくそういう面白がっていただけると、もう全キャラ魅力的なんだけど、その中でもやっぱ中心にいるのはダーシュなんで、それに恥じないようなことができたかなと、なんか全部自分の何かを置いてこれたかなっていう手応えもあるし、本当ストーリー自体がやっぱり今回ものすごくなんか面白いので、あともういろいろともクリーチャーのデザインだとか、ね、キングクリムゾングローリーとか、あの辺、あともうアンスラサックスはね、結構トラウマになる人がいるんじゃないかってぐらい怖く描かれてるから、うん、小山さんの声がすげえのよ、小山さんの声も、ね、マジですげえんで、本当最後まで、うん、ってなる、一気に比べると2期ってギュッとしてるから、まあ言葉を選ばせんけど、もっとより見やすいと思うんで、さって一気見するにはもう本当向いてると思うので、僕も2日ぐらいでも一気見したんですけれども、うん、本当あっという間に見れる今回の作品第2期になってると思いますので、ぜひご覧になっていただきたいなとこのように思います、ね、皆さんよろしいですよね、そんなことね、はい、はい、ありがとうございます。それではまたの機会にお会いしましょう。お相手はダークシナイダー役谷山貴章と、アーシェスネイ役日笠陽子と、監督の尾崎と、プロデューサーの鶴岡でした。バイバイ、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました、ありがとうございました。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りした。